はい、264回目。今日は2023年3月10日出版します水の式コードの取扱説明本、カタカナで取説って、書いてますね。全楽器奏者対応の私の本ですね、それを少しだけ解説しようと思います。Amazon や私のホームページにサンプルページであるんで、それに沿って、解説していきたいと思います。まずは前書きですね、前書きと目次ですけども、まあ、これは真ん中にね、サンプルっていう文字が入ってないんで、そのまま見てもらうと分かると思います。まあ、どういうキーボード奏者的なコードの使い方ではなくて、まあ面白いのはそうですね、目次から言うと、まあ、最初はね3和音4和音とテンション分数コードと、まあ解説していってます。40ページぐらいで、その辺を解説するんですけども、捉え方ですね、捉え方の前提がちょっとバーティカルとホリゾンタルですね、垂直と水平の考え方で、解説してます。垂直はそのコードそのもののサウンドなんで、大抵ここから入るとは思うんですよ。本書はですね、水平の関係ですね。まあ単純に言うと、その Em7、単独で見たら、まあ、テンションナインスですかね、まあ、スケールはドリアンスケールと、まあ、そのままで正論なんですけども、前に C メジャーでマイナーセブンスと、来た場合は、まあ、トーナリティが C っていうことが分かるんで、そうするとサンドマイナーになるでしょ。その同じ前の Dm7th と Em7th、 これどう違うかで、これ水平の関係ですよ、横の関係ですね。で、私が前からその言ってる残音効果ですね、前の音が残るということから考えて、倍音が変わってくるということでフリジアンスケールになるということは、まあ、テンションの音はフラットナインスにフラットサーティンとなるんですが、っていうようなね、垂直と水平っていう考え方を前提ですね、捉え方の前提としています。そのまま、まあコードのテンションとかでも、まあノンコードトーンと、まあテンションの音ですね、非和声音と和声音の違いとか、コードプログレッションですね、ここでだいぶ変わると思うんで、4度進行、多分ね今までね順次進行と4度進行とクロマチック進行だったと思うんですけど、ロックで使われて5度進行も取り入れて解説してます。それとディミニッシュの、クロマチックでもディミニッシュの使い方ですね、それの解説もしています。最後に、そうですね、20ページほどで既存曲ですね、スタンダードブラックバードとか、イパネマグリーンドルフィンとか、マイナーブルースメジャーブルースなんかの代理コード、実例で書いてます。で、まあ、その中で取り違えっていうのがありまして、コードのそれを全般的に解説しているのが多分面白い内容かなと思いますね。コード楽器の人もこの辺は参考になると思います。2つ目のサンプルページですね、4ページ5ページですね、最初ですね、コードとコードプログレッション、これは先ほど言ったその、まあ、難しいね、その和音とは何ぞいというような、
まあ難しい定義付けはちょっと今回はもう書かないで、まあ、書くと大変だと思うんで、いずれこれは音響心理学の方からも解説できると思います。私が解説するんじゃないですけどね、いろいろといろんな人に助けてもらって、そのあたりから、も解説できると思います。和音とはというようなことですね。まあそれはさておき、単純なコードとは3音以上のことを指しっていうことで、一般の音楽、コード理論ですね。それと同じような展開を始めてます。次のサンプルですね、コードの取説42ページ43ページですね。これはノンコードトーンですね。それの扱いをどうするのかという、まあ、実例ですね。まあ、普通はノンコードトーンどうするのか言うて、それは非和声音だからうんぬんなんですけども、それを取り入れてしまった場合どうするかというようなことを書いています。これもバーティカルとホリゾンタルの関係から少し解説しています。次のサンプルページですね、64ページ65ページコードとルートの取説、まあここからですね、水野式っぽい私流の解説が始まると思うんですけども、まあよくある第一展開、第二展開、第三展開ですね、書いてるんですけど、ここからそのまあルートをよく知っている、まあベーシストなんでね、ルートモーションですね、ルートモーションからコードがよく取り違えてあるんですよ。一番そうですね、コンテンポラリーな、まあ、フュージョン系の人だったら、まあジャコ好きなら目線のブラザーズライフですね、あいの3小節目はビルハートメジャー、シャープイレブンス、実際ジャコも B フラットを弾いてるんですが、出回っている譜面は大抵 A 分の B フラットと、これはね、メッセニがそう抑えてるんであって、ルートは B フラットであるということですね。まあそのあたりからその取り違いですね、あれ A ベース行くとね、意外とね、あの場面ではちょっと間抜けっぽいですね。その辺ルートの取り違いでコードが全然変わるということを解説しています。まあこれは全体的に流れる解説ですね。そのまま次のサンプルページ76ページ77ページ、まあ、その流れでコードプログレッションに入っていきますね。それで、まあ、ルートモーションの関係というところに入っていきます。次のサンプルページは98ページ99ページなんですけども、まあ、進行の4度進行、5度進行、半音進行の関係ですね。これをちょっと解説しています。このあたりもね、その前の去年のスケールの取説、280ページ以上というね、分厚いですけど、その前の音楽理論のトリックですね。そのあたりも関連して、読んでくると面白いと思いますね。私が指摘している部分が、分かってもらえるかなと思います。ちょうどフレ17アですね、矢印の動きと黒丸はトライトーンですね、を表しています。トライトーンの流れをそのままオクターブ上げたり下げたり、ね、譜面に書いているので、その辺、よく見ておいてください。4度上降5度下降ですね、まあ、4度上降と5度下降は一緒であるあたりから、言葉のあれですね、まあ、覚え方ですよ、も参考にしておいてください。次のサンプルページですね、110ページ111ページ
代理コードの当日一番知りたいとは思うんですけど、まあ代理コードいっぱい本載ってるとは思うんですが、いろんなコード理論書にね、この本ではね、そうですね、まあ、トニックコード、トニックの循環コードあたりでの代理コードちょっととっつきやすい部分から解説しています。で次のサンプルページですね、128ページ129ページ分数コードですね。これはねもう解説しだすね、一つ一つをね、解説していくことになるんですけども、一応メロディーと、中段コードですね。でそうすると一番下がルート、この辺の関係から分数コードの成り立ちですかね、そのあたりをね解説してるんですよ。これ分数コードね、もう来れば来るほどね、ぐちゃぐちゃになってくるんですよ。まあよく有名な三段積みですね、私三段積みの譜面いくつか見たことあるんですけど、三段積みがいいかってあまり ねそれよりもそうですね、ハンコックなんかのサウンドなんか一番重要な部分をついてる感じですね、シンプルでいて、斬新ですよ。そのあたりまでは解説書を読むとこれちょっと倍のページになるんで、とりあえずはそのジョーセフと家政婦ですね、そのあたりの関係ですよ、分数コード、それの取り扱いをちょっと解説しています。まあ、流れ的にはね、あの分数コードってね、面白い展開はできるんですよね。上声部、まあ、メロディーの動きと横の動きですね、ホリゾンタル、和声のコードの横の動きですね、それルートの動きと、でこれを考えていくとね、まあその三段積みじゃないんですけど、メロディーとコードの分数コードの上下ですねの動きというのも応用の効く展開ができると思います。それでまあ総合的に次のサンプルページですね、144ページ145ページ、まあ、具体的な曲での代理コードですね、分かりやすいバイバイブラックバードのコードを使って、解説しています。一応ねこれ8-8-4小節で残りはね一緒の展開になるんで端折ってます。それでいてまあ解説を読んでもらうと分かると思いますね。各個、まあ、クリシェラインっていうのもあるんで、それはコードのクリシェラインと、ルートモーションのクリシェラインとかね、いろいろとあるんでその辺をね抜粋して解説しています。これ全部やるとね、最初からね進行をミュージックの編集部とね一応協議しましたね。前回のは288ページでしたかね、あれちょっと多すぎるんで大変なんで2冊もあるんでね、で今回は158ページですかね、それでまとめています。これで、私も手売りが手売りで持っていける軽さになりましたんでね。ということで2023年3月10日発売、新興ミュージックより出版されます水野式コードの取扱説明本取冊ですね、全楽器奏者対応の解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。